こんにちは、Nです。今日は実はこれクリスマスの時に行った旅行の Vlog になります。香港から夫の母と上の妹、妹2人で上の妹の家族が日本に旅行に来ていたの で彼らは名古屋に降り立ってそのまま高山に行きまして、岐阜県高山市ですね、そこで、まあ、温泉旅館に泊まって、また名古屋に来ていろいろ観光するという旅程になっています。夫はこの日有給休暇を取っていたので直接空港に出迎えて一緒に高山に行ったんですけれども、私は金曜日、年末の忙しい時だったので、一応会社に出て、でフレックスタイムで早めに終わらせてもらって、で名古屋駅から高山に一人でバスを使って向かうというところです。で名古屋からは当然 JR の列車も出ているんですけれども、バスと時間的にあまり変わらなかったんですよ。だいたい3時間ぐらいで着くんですけれども、で料金がバスだと3000円、列車だと5000円ちょっと出るぐらいだったので、同じ座っているのだったらもうバスの方でいいかということでバスを選択しました。バスの席は快適で、満席でもなかったので非常にゆったりと座ることができました。で JR バスターミナルから出るんですけど、バス会社は納費バスというバス会社でした。でテーブルもあるし、あの横に充電できるコンセントもついていて、この日は隣に人も座ることなくほどほどの人数で非常に快適に行くことができました。出発時刻は午後4時40分で、すごくトワイライトの綺麗な眺めが見られるいい時間でした。名古屋駅の新幹線側ですね、一般に西口というところですね。でバスはこのまま、高架線をくぐって名古屋駅の東口を左に見ながらすぐに名古屋高速に上がって、そのまま高速に乗るという工程になりますね。もうこの辺りは高架線をくぐって名古屋のさらに栄えた駅前の栄えたところだったらここら辺になりますね。きらびやかですね。ですぐにもう高速の入り口があるので、ここからもうすぐに上がってしまいますね。夕暮れのビル街って本当に綺麗ですよね。しばし私はずっと横を見ていました。しかも会社を早く上がって、これから行くところは高山で温泉ですからね、もうワクワクですよね。親戚にも会えるし、荷物は前日に準備して夫に一緒に持ってってもらってますので、私はもうオフィス着のまま普通のいつものハンドバッグで向かっているという状態です。バスはとても快適で、トイレ休憩は一度サービスエリアでありました。その他にも 2,3 回泊まったような気がするんですけど、それは途中下車の人のために泊まったのかな、そんな感じでした。運転も丁寧だったし、マイクを通じてのアナウンスもすごく優しくて、本当にサービス良くなってるなって感じましたね。センターに着きまして、JR 高山駅から
とナビで向く。すっかり夜です。雪降ってます。雪積もってます。では歩いていきます。なかなか高山駅前は綺麗な感じ。夜でも人は歩いてないんだけど、でも滑りそう。いただきます。いただきます。お酒。お酒？ああ、そうですね。はいはい。食事の時間持ってきます。いただきます。いただきます。いただきます。お母さんや。なんか喧嘩してるように見えるけど、香港人の喋り方ですね、これは。ありがとうございます。なんだこれ、何ですか。ゆずべという、うちの船作酒造のゆずべというお酒でございます。ゆずのリキュールでございます。どうぞ。ありがとうございます。酒だそうです。すごい柚子の香りがすごくしていいです。よいしょ。柚子食前酒だ。こちらは私と夫が泊まったお部屋になりますね。で、温泉もあるんですけれども、ちゃんと部屋にもお風呂が備え付けられていました。こんな感じ。さっき歯を磨いた時に気づいたんですけど、ちゃんとね、ここメイク落としもあるし、そう、化粧水もあるし、まあこだわらなければこれでいいですよね。乳液もあるし、すごいな。あとなんだこれは、ローション。あ、これも乳液、ローション、ミルキーローション、フォーメンだって。男性用があって、これも男性用の化粧水。すごいね。シェービングフォーム、消臭力まであって、これはコラーゲン、なるほどね。これはドライヤーですね。すごいな。こだわらなければすごくいいですね。私持ってきちゃったんですけど、自分の。あと手を洗う時の石鹸、シャンプー、ポーラなんだ。なるほど。派手じゃないけど、すごくなんかね、いいと思いますよ。おしゃれじゃないけど、いいと思いました。以上。翌朝は雪がすごいことになってました。高山の人に聞くと、これは高山でもこの時期にこんなに大量に降ることはあんまりないそうで、実際お店もこの雪のために閉まっていたところがポコポコありましたね。ただ香港の親戚たちは、まあ、香港雪が降らないところなので本当に大喜びで、
この池で良かったなと思いました。で朝食会場ですね。私たちは総勢10人かなぐらい で大広間で朝食を食べることになりましたが、別のテーブルも中国本土の人たちとか同じく香港のグループとか、まあ、外国人の観光客が結構来てましたね。サルボボのマスク入り。完全和食の旅館の朝食いいですね。意外と飽和味噌の香りがいいって香港の親戚が言ってました。川沿いに立っている旅館なので本当に眺めが美しかったですね。はい、そしてこの雪の中を歩きたいというのでみんなで高山市内を歩きに行きます。もう雪が降っちゃってて大変だったんですけど、もう車もすごいことになってます。いいよ。この看板が可愛いね。ミッフィーおやつね。歯医者さん綺麗な歯医者さんです。松が綺麗、大きな松があるわ。
あちら、あちら側ですね。綺麗だね。そして私たちは旅館に戻り、車に乗って名古屋の方に戻りました。ただ本当に雪が大変だったみたいで、高速道路は全て閉鎖され、名古屋高速も、ほとんど閉鎖されていたので、3時間ぐらいで帰れるところが4時間半ぐらいかかりましたね。で、道も凍っていて、まあ、スタッドレスとはいえ本当に注意しながら走行する、ちょっとスリリングなドライブになりましたけれども、まあ、でも香港の親戚たちが雪を楽しんでくれたのがとても良かったと思います。